今年の7月1日からレジ袋が有料化され、常にエコバッグを持っているという人も多いのでは？でも実はそれほどプラスチックごみは減っていないのが現状なんです。サステイナブル・ディベロップメント・ゴールズ、通称 SDGs。 2030年までに国連加盟国すべての国が達成すべき持続可能な開発目標です。世界レベルで取り組む活動とは、その先にあるゴールとは。知りたい SDGs。 本日取り上げる SDGs は、作る責任、使う責任。これは持続可能な消費と生産のパターンを確保するために掲げられた目標です。日本人1人当たりの使い捨てプラスチックごみの排出量は32キロ。アメリカに次いでなんと世界で2番目に多いんです。そして新型コロナウイルス対策による外出自粛で飲食店からのテイクアウトやデリバリーが増えた3月頃から、弁当の容器やカップなどのプラスチックごみが増加しているんです。使い捨てプラスチックごみの焼却は地球温暖化の原因となる二酸化炭素を多く排出してしまいます。そんな中、このストローで持続可能な社会の実現を目指す企業があるんです。東京農業大学の2年生にして HAYAMI という会社を立ち上げた大久保夏人さん。 HAYAMI が行っているのは、ベトナム産カヤツリグサ科の植物レピロニアを使った草ストローの輸入販売。草ストローの特徴としましては、栽培時に無農薬無添加で栽培しているので、安全性も保証されていて、紙ストローよりは耐久性が高くて、長時間利用することもできるといった商品になっております。私が高校生だったかの時に、SNS でウミガメの鼻にプラスチックのストローが入っている動画を拝見して、海洋プラスチックごみという問題にすごい衝撃を受けて、自分に何かできることはないかということで、草でできたストローっていうのを日本で普及させようというふうに思いました。そんな思いから作った草ストローは、完全生分解性のため、道端の草木と同じように土に分解され、使用後は家畜の飼料や農場の肥料として再利用できるんです。さらに製造はベトナムホーチミン郊外の農家による手作りのため、現地の雇用創出にもつながっています。草ストローを通して環境問題に興味を持っていただいて、毎日小さな、エコな選択をして、大きな環境問題っていうのを解決して、持続可能な社会にしていけたらなというふうに思います。最初は小さな変化でも、やがて日本中、そして世界中の人たちの意識が変わっていく第一歩になるはずです。